おはようございます。1月6日日曜日の朝でございます。でちょっとお知らせから入らせてください。明日1月7日が一応この冬季講習シリーズ最終回になるんですけども、明日だけ朝の6時半にプレミア公開で公開させていただきます。なので最初の数分間チャット欄が出る状態になるんですけど、まあ、そういう形でやります。でなんでそれをやるかっていうのは動画の概要欄に自分が書いておきますので、気になる方はねそちら見てみてください。では戻りましょう。で今回は2日連続数学になります。で数学3もありますので、ぜひね動画止めていただいて一度チャレンジしてみてください。で自分の方はね早速解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で今回は今まで栄光ゼミナールさんからいただいた問題をね使わせてもらってたんですが、何回かちょっと自分の方でちょっと変えたりとかした時もあったんですけど、今回はねこのままいただいたものをそのまま使わせてもらってるんですよ。で自分で解いた時にちょっと不思議になったのが、この1番はなんでこれ入ってるんだろうって正直思ったんですね。その後の問題に関わらないんですよ。特にこの比を出したところで2番3番で使わないんですね。しかも1番が一番難しいっていう。そう、多分1番でつまずいた方いらっしゃるかもしれないんですが、行きましょう。で、まず立方体です。で、一辺の長さ4センチの立方体なんで、全部4センチね。サイコロね。立方体だから。で、点 P が FG の中点です。だから22です。ちょっと書かないでおきます。ぐちゃぐちゃするんで。22ね。で、Q も GH。ここの中点なんで、22です。辺の長さは。で、R は、その HP。ここと EQ の交点。まあ、書いてある通りですね。で、ER 対 RQ なんですよ。ここ。ER 対 RQ。で、こっから求めていきたいと。で、ちょっとこれはね、1番が、ちょっと厄介なので、で、自分がね、解いたやり方以外にあった気がするんですけど、すいません、自分がどうしてもこれで解いちゃったんで、そのままね、解説させてもらっちゃうんですが、一番下の EFGH、面ね。あそこは、まあ、当然、正方形になってますと。で、そこでちょっとピックアップしてやっていきます。で、E, F, G, H, こうなってますね。で、ここの中点、ここに P があって、ここに線がこう引いてあると。こういう感じで。で、ここに Q、中点があって、ここにも引いてあります。で、R がここですね。こうなってる。で、ER 対 RQ、ここの比を出したいんですけど、まず補助線からです。補助線。で、どこに引くかっていうと、P、ここまっすぐ。ここに補助線引きました。自分は。で、どうやっていくかっていうと、このまま補助線引かない状態だと、手が出せなくって自分。で、まず、まあ、掃除とか使うだろうなと思って、このね、ここに平行線を引くことによって、このまま平行になりますよね、ここ。三角形、EHQ か。ここを見てください。ここは、ここが、まあ、もちろん平行線になってるのと、中点で切ってるので、ここ中点ですよね。ってことは、中点連結定理が使えるんですよ。中点連結定理が使えるので、ここの長さが2だったら、ここは1なんですよね。これ中点連結定理。伸ばした方がいいね。それぞれ、まあ、平行な線で、しかも中点で切った場合、まあ、中点片方なってれば平行で引いたら両方中点になるから、中点中点の時に、ここが、ま、1対1。になるし、ここがまあ1対2なんだよね。1対2だからさ、もともとが。まあ、中点連結定理、まあ、あれか、概要欄に貼っておきましょう。授業動画の方はね。で、1対2ってことが分かりましたと。で、まあ、全体が4センチじゃないですか。ってことは、ここの長さ3センチなんですよね、今。ってなれば、あ、もらったなと思ったんです、この時に。なぜかっていうと、これ平行線引くのはメリットがいくつかあって、今みたいに中点連結、まあ、中点連結定理が使えるっていうところと、そこに平行線引けば、ここと、ここが蝶々みたいな、あ、まあ、リボンみたいなね、形になるんで、相似使えるんですよ。平行な線になってれば、必ず錯覚が一緒になるし、こことこ。あ、ここと、ここが錯覚で一緒だし、こことここ一緒だし。まあ、もちろん、ここ対頂角で一緒も使えるんですけど、まあ、二組の角度は必ず一緒になるから、相似が使える。って分かって、で、ここと、HQ ね。ここと、ここって対応するじゃないですか。今、2センチ、3センチ分かったから、比が2対3ってことが分かったんですよ。ってことは、ここの、RQ、ここの比も2だし、こっちね、ちょっとね、ぐちゃぐちゃして申し訳ない。ここの比も2対3って分かりますよね。比対応するから。2対3。
で、さっきちょっと話を戻すと、中点連結定理を、中点連結定理を使ってるから、ここの長さと、ここの長さ同じなんですよ、もともと。ってことは、ここ。ここと、こっちも同じ長さなのね。で、この辺の上で、ちょっとここだけ書き出していいですか？ E があって、R があって、Q があって、ここちょっとなんか点置こうか。じゃあ T とかって置きますね。ちょうど、まあ、中点になってるこう T です、ここ。この状態で、今、辺の比が、ここが3って分かって、ちょっと丸にしちゃうね。さっき3角だったんだけど。で、こっちが2なんですよ。2。で、ET と TQ は同じ長さって分かってるから、辺の比で考えたとき、ここは5になるんですよ。なぜなら、こことこの長さ同じだから、比の比を足して3足す2で、ここは5の分になると。ってことは、ER 対 RQ、ここは5足す3で8になるし、で、RQ は2でそのまんまだから、ER 対 RQ は8足す2、あ、ごめんごめん、8対 2? つまり、約分して4対1と。これで終了。これ答え4対1なんね、これね。終了となります。なので、1番、ちょっとごちゃごちゃ、青と赤両方使っちゃいましたけど、ER 対 RQ イコール8対2なので、4対1と、これで終了です。で、まあ、これが一番難しいんじゃないかなと思います。知らない人が解いたらね。で、2番 EQ 行きましょう。これはね、2番はどのレベルを目指している方も必ず解けるようにしましょう。EQ ね。ここです。この長さ。引いてしまおうか。ここです。で、この出し方は、もう直角三角形を使って三平方の定理で求めていきます。で、使う三角形はこっち使いましょう。ここです。書き出しましょう。EHQ ですね。ここはもちろん直角になってるしね。で、EQ 求めたいので、ここは X にします。で、EH、奥は4センチって分かってるし、HQ は中点なんで2センチがもう分かってます。つまりこれをね、まあ、三平方の定理使っていくと、斜辺の2乗、X の2乗イコール、四四十六プラス二人が四でこう。20ですよね。で、まあ、20なんで、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。解き方としては。で、ルート20っていうのは2ルート5なんで、2ルート5。で、今、プラスマイナス取っちゃったんですが、長さにマイナスはありえないので、まあ、負はダメだからさ。だから、プラスの方だけ答えとして使って、これが答えとなります。EQ ね。どう見ても2番の方が簡単でしょ？知ってれば、気づければっていうところは出てくるけど。で、ラスト DEQ。三角形ね。DEQ です。ちょっとなぞります。DEQ。ここですね。この三角形の、面積を求めたいと。で、これはですね、ちょっとこの EQ からの流れでいくと引っかかる方が出てくるか、まあ引っかかるというかつまずく方が出てくるかもしれないんですけど、三角形なので、底辺かける高さかける2分の1。つまり底辺の高さ、この2個が分かれば OK なわけですよ。で、底辺を EQ にするか、QD にするか、DE にするか、どれにするかって、まあそこ選ぶ必要が出てくるのね。で、今 EQ 出したからさ、どうしても EQ を底辺にして、じゃあここの高さ、この D からこれに垂線下ろしたやつを求めなきゃなーって、おそらくね、粘ったらいける気もするんですけど、こういう時はね、三辺の長さ、まあ、図形から判断してももちろん早いんですが、三辺の長さを考えてしまった方が早いです。どういうことかっていうと、ここね、EQ は今2ルート5、どっか出しましたね、ここか。2ルート5出しましたよね。で、この DQ 出しましょう。DQ。これも、外の、ここの直角三角形で考えると、4と2を使ってるので、まあ求めてね。求めると同じく2ルート5になります。DQ も。2ルート5。で、ED に関しては、例えば、ここですね。三角形 ADE の直角三角形なんでね。これも三平方を使うと、ここは AD が4、AE も4なので、そう、X に使って、四四16プラス四四16で、ルート32なんですよね。32なんで、4ルート2。
とこうなります。そうすると何が美味しいかって、この問題ね、何がいいかっていうと、二辺の長さが同じな二等辺三角形なんだよね。で、これに気づければ、底辺は絶対にこっちにした方がいい。こっち。この EQ で底辺打つんじゃなくて。なぜかっていうと、Q がこっちか。Q で、ごめんね、インクがさ、消えちゃって。D と E とこうなってます。ここ2ルート5で、2ルート5で、4ルート2か。こうなってる。でね、垂線下ろすじゃないですか。高さ求めたいんで。二等辺三角形だったら、垂線下ろしたとき、こうね、こうなったときに、ここが、中点になるんですよ。つまり、半分の2ルート2っていうのがすぐわかる。すぐわかることによって、ここの直角三角形使えば、2ルート2分かってるし、2ルート5分かってるから、ここの高さ H にしようか。これもすぐ求めることができます。三平方の定理でね。で、それで求めていくと、ちょっと待ってね、インクじゃねえや、赤がない。斜辺2ルート5なんで、2ルート5の2乗は20ね。2ルート5かける2ルート5で20、イコール、じゃあ H の2乗、プラス2ルート2の2乗は8なんで、8。まとめると H2 乗イコール12だから H イコールプラスマイナスルート12だから、まあマイナス取って2ルート3ってことがわかります。つまり高さ2ルート3なんです。これでももらったでしょ。底辺もともと4ルート2ってわかってるから、だから底辺かける高さかける2分の1、まあもしくは三角形の公式で割る2でも構わないんですけど、これ求めてもらって、まあ、2と2は約分できるから、ルートの中同士を掛け算して、ルート6。あと、外の世界は4が残ってるから、4ルート6。これで終了となります。ちょっと見にくかったかな。ちょっと単位が入るかな。平方センチメートルか。ここがあるか、センチメートルか。よいしょ。もしかしたらね、前回も三平方使ったかな。三平方の定理で、習ってない方はいるかもしれないんで、まあ、三平方の定理の授業動画もね、概要欄に貼っておきますので、まあ、よかったらね、チェックしてみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。ひとまずね、お疲れ様でした。じゃあ今日も頑張っていきましょう。